誰だっつって、頭がピンクでね。で今日はいっぱいね、うん、アミミンのお友達がいるね。そう、アミミンのお友達毎回ねいっぱいいるけどね。そうだね。あみみんの友達がお倒れになってしまう。お友達が前、あ、やばい、結構足がやばい。おおおおおお、カウントダウンが始まるか。本当なんかこんな状態で始まっちゃう。大丈夫かな。よし、え、まだまだまだだよ、まだだよ。なりましたけど、ね、今サイレンが鳴って、うん、とんでもない事態が起きました。ね、本当に入院するかと思ったよね。入院したよ、この子。あ、もうした、ね、した方がいいよ。 今入院しに来ました。今アミミンの友達何くんですか、これは。これはシナンジュ様です。シナンジュ様が今ね、テーブルからそう落下したんですよね。落下しましたね。わーってサイレンとともに落下しましたよね。びっくりしました。大事にして、ね、そうですね、はいはい、というわけ で, というわけで、はい、久しぶりです。ご無沙汰しております。1ヶ月ぶりでございますね。はい、中二病棟集中治療室の不調こと松本さくらです。イエーイ。はい、そしてアミミンことは樋口亜美です。おー、合体。どうしたの今日も。病気、今日もまたあれになっちゃいました。結膜炎。本当に。そうそう、なんかそういうキャラを最近狙い始めたっていう噂が出てるんですけど。そう、なんかね、そう言われるんじゃないかと思ってちょっと嫌な感じで来た、うん、今日嫌な感じで来たの、うん、しかもナースだしね。そうなんですよね。眼帯ナースってなんかやらしい。 ありそうですよね。やらしいって何。やらしいよ。なんかコスプレでありそうだしね。そうそう、府長も今日はね、うん、ちゃんと白衣着て、ね、今日久しぶりに聴診器を。聴診器中なんですか。聴診器を聴診器を ね使って今日は、うん、結局聞こえるんですか、こういうの。わかんない。おもちゃ。おもちゃですね。おもちゃですか。なんだ、中二病棟の皆さんの心を、ね、ああこうスキャンできる子。そうそうそう。で、なるほど、見てください、この子。お、誰だ。ゲストくんですか。ゲストくんです。お名前は。中二くん。中二くんって言うんですか。中二くんって言いますね。昔の風の噂でちょっとだけ聞いたことがあるこの中二くんですね。そうです。というのもですね、はい、中二病棟集中治療室、まあ、春の新学期バージョンということで、なん回目か忘れてしまいましたが、また春が来てしまったんですよ。何度目の春ってやつですか。何度目の春。何度目の春。遅すぎた春、ね、それちょっとイメージが悪い。ちょっと初心に一回帰ってみようじゃないかということで ね白衣とね、そう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 、ナース服でね。今日はね、はい、久しぶりに、はい、テーマをつけたんです、はい、そうですよね。何のひねりもない春の新学期だ よ,、ね、新学期だよスペシャルということで。そう、今まで中二病棟って2月、はい、3月、4月、5月、6月とか、うん、こう1年間で、うん、まあ、バレンタインだよなんちゃらスペシャルとか、あ、ありましたよね。6月だよパジャマでゴーゴータイムみたいな。あ、ありましたね。確かに、なんかなんかそういう感じのね、はい、ことを毎回決めてたはずなのに、うんうん、いつの間にかアミミンが加入してからですね、はい、こうなーなーとなっていった。あ、私のせい。結果私のせい、うん、だからもう一回ちゃんと皆さんの前で、私、はい、アミミンナースは、はい、ちゃんと働きますっていうことを宣言しましょうか。意識新たに。意識新たに。4月ですしね。そう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 。いや、今までだいぶサボってきましたけれども、中二病棟集中治療室真面目に働くことをここに宣言いたします。素晴らしい。眼帯少女アミミンと呼んでください。はい、はい、毎回眼帯で来なきゃいけなくなっちゃうじゃないですか。そうそう、治ってもこの眼帯で結構ツイート率というかフォロワー率も上がってますし、ユーストリームの再生数も上がってるし。本当ですか。なんとなんか検索されてるらしいですよ、眼帯で。中二病棟眼帯みたいな。あ、眼帯がついてるんだ、中二病棟眼帯。そう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 。お、完全に中二病だよね。そうですね、確かに完全に。これはキャラクターとして、じゃあ今後眼帯で、眼帯でいきましょう。眼帯でいきますか、うん、新学期ですしね。新学期です。
それでいきましょう。今日境にね、はい、はい、じゃあやっていきますね。はい、というわけでですね、はい、突然なんですけれども、はい、皆さんね、何回目かの春を迎えてどれだけ中二病棟を知っているかということで、そうですね、今日は中二病テストをやりたいと思います、うん、抜き打ちテストです。わーい、みんな見てる、見てるかな、いいですか。そうそうそう、中二ドットコム、中二病棟集中治療室で今すぐ検索検索検索でございますね。はい、じゃあ、はい、今日は、うんうん、アミミンと私でそれぞれ問題を考えてきたんだけど、うん、お互い、ね、問題知らないもん ね、うん、ね、一緒にじゃあ、うん、患者様と、はい、私とアミミンと、うん、ユーストリームを見てる患者様と、そう、ちょっとやっていきたいと思います。考えていきましょう、うん、あのユーストリームで見てる方はツイートをじゃんじゃんしてください、ね、そうですね、ツイートをね、こちらでいけますからね、はい、アットマーク中に CYUU2 でございます。あ、ハッシュタグ、ハッシュタグ、うん、ハッシュタグをつけていただくと、そうですね、ハッシュタグ、ね、つけてツイートするんですね。そうです、そうです、はい、でお願いします。はい、アミミナース今日からしっかり働くんでしょ。働いてますよ。働いてますか、はい、しっかり働いてます。ハッシュタグって、はい、ハッシュタグ5回言ってごらん。ハッシュタグ、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 はい、では行きましょうね。何もない、よし、何もない、じゃあ行きましょう。じゃあ私の方から行きましょうか。私は割とマニアックな質問をいろいろ考えてきました、うん、では第1問どうぞ。さくら府長の好きな飲み物といえばワインですが、アミミンが最近ハマっているワインに合うおつまみは何でしょう。うわー、全然中二病と関係ない。アミミンの問題だー。というわけでワインといえばいろいろおつまみありますけどね。そうですよ、なんだろうな、まずヒント、白ワインですか赤ワインですか。あ、どっちもいけるけど、うん、赤ですかね。赤、うん、赤に合う、赤に合う、意外とあったかめの、あったかめ、あったかめの、わかった。アミミンのブログを見ていたらわかるかもしれません。え、最近家で作るんですよ、それを。家で作れる、はい、あったかいもの。そうです、ニンニクとかエビとか貝とか入ってる。わかった、不調はわかりましたよ。皆さんわかりましたかね。ツイート来てますか。ツイートは来ておりません。ませんね、悲しいこと言ってありませんね。はい、じゃあ答えをどうぞ。私当たっちゃうから。本当、じゃあ、うん、分からない、でも分からない人は答えないんじゃない。で、分かった人いる。分かった人、浮かんでる、分かんない、どういうヒント。カタカナですね、カタカナ。そう、カタカナですね。だいたいカタカナ。何文字？5文字。4文字です。今4文字。ちょっと小さいよが入りますね。っていうね。おみんな悩んでる。悩みながらサイダー飲んでる人もいる。ポトフとかじゃないね。そうそう、ポトフじゃない。そう。わかった、わかった。はい、お、じゃあお答えをどうぞ。正解。アヒージョでした。患者様が分かりました。アヒージョハマってんの。そう、アヒージョめっちゃハマってて、うん、牡蠣とか買ってきて生のやつを、それで鍋で、あら、意外に頑張ってるじゃないですか。そうなんですよ、めっちゃハマっちゃって。アヒージョ、ほらエスカルゴとかのもありますね。美味しいですよね。カタツムリ、カタツムリ自分で言って、あ、気持ち悪いなって思ったでしょ。思いましたね、はい、そっかそっか、そうなんですよ。オッケーオッケー。いや、はい、意外に難しいじゃん。意外とね、うん、全然中に関係ないけど、じゃあ次の質問行ってみよう。うん、さくら府長の好きなアニメといえば、はいはい、ワンピースですが、その中で2番目に好きなキャラクターは何でしょう。何でしょう。ワンピース見てますか、ね、皆さん。ちなみに一番好きなのはエースです。ね、エース、これはもう不動の、不動ですね、不動ですね、府長の中でね。エース、そばかすがたまらない。あ、そばかすがいいんですね、うん、なるほど。あと燃えてるところ、手が手が燃えてるところね。手が燃えてるところ、あー、なるほど。かっこいいね。じゃあ2番目は誰かっていう話ですが、そうです、さあ、なかなか聞かない2番目に好きなキャラクターということで、うん、ちょっとマニアックでしょ。そう、そうだね、うん、たださくら府長はエースが死んでからは、うん、あの
意気消沈しちゃったんで、うん、ちゃんと見てないんですよ。白星以降は見てないので、うんうん、これヒントですね。白星さんより前にもう登場してます、すで、うん、に。すでに、うん。その中からってことですね。そう。今も出てるかな？今も出てます、ね。今も出てます。今も出てます。そのキャラクターは存在してます。芸能人で言うと誰に似てるかな？芸能人ですか。うん、芸能人だと綾野剛とかですかね。綾野剛さんとかじゃない？それ多分ね、中二病患者さんは知らない。知らないか。え、うん、中二病患者さんが知ってる芸能人って誰？アムロとか。あ、そっち？うん、芸能人じゃなくね？有名人。有名人？有名人ね。有名人。でもあれだね。うん。芸能界で言えば、うん、あれだよ、エグザイルみたいな。あ、そうね、うん、チューチュートレインやってそうな。あ、ダンスめっちゃうまそうだね。キャラクターだよね。あの帽子かぶってたりする？帽子かぶってます。かぶってるキャラクター、うん、そしてわかるかな。海の底が好き。お、海の底が好き、うん、海の底から現れてくるイメージがありますね。なるほどなるほど。さあ、そろそろ分かったかな。オッケー。お、分かった人がいる。どうぞ。トラファルガーロー。あー、正解。よく分かりましたね。何で分かりました？帽子と潜水艦。帽子と潜水艦ですよ。トラファルガーロー。トラファルガーロー。大丈夫ですか？トラファルガーローはかっこいいですね。かっこいいですね。確かに。燃えてる男か、うん、やっぱちょっと冷めてる男か、あー、ちょっと悩むとこですね。ちょっと悩むとこね。クールな男ね。めんどくせっていう神の声が聞こえてきましたけど、女の子とはそういうものなんですよ。ね、ね。さあ、3問目行ってまいりましょうかね。さあ、3問目はこちらです。アミミンが好きなアニメといえばプリキュアですが、現在歴代のプリキュアは全部で何名でしょうか？全部で？そうですよ、全部で。誰か、まあ、なんかネットで検索しようとしてる人がちらほら。あの、ドキドキプリキュアしか知らないんだよね。ああ、ドキドキか。ドキドキプリキュア。ドキドキはピンクの髪の毛と、そうですね、黄色の髪の毛と、そうですね、緑の髪の毛と、とブルーの髪の毛と。ブルーの髪の毛とさあ、何人になりましたかね。そう、プリキュアオールスターズみたいなのもポスターあるじゃないですか。あります、あります。あれ数えたら大体正解するかな。ポスター持ってきて誰に呼びかけたの今。ちょっと沈黙がさあ、ポスターさあ、大体でいいですか。分かるかな。もう大体でいい。ちなみに30は超えてます。あ、30は超えてる。超えてます。31歳。あっ、31歳。年じゃない、年じゃない。怖い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 。30は行ってないはず。そうですね。お、じゃあ30と40の間、ヒントは、ヒント、ヒントをその間で考えたらイメージは。お、分かったかな。はい、どうぞ。37。あー、惜しい。違うの。はい、39。お、正解。39でした。ちなみに前回の放送で、1週間前の前回の放送で、キュアハニーが出てきて39人目なんです。あ、そうなんだ。そうなんですよ。オタクだね。オタクでしょ。マニアックですよ。マニアックでもプリキュア見てない人が正解しちゃった。なんでそんなにプリキュア好きなの。多分見てる人もプリキュア好きな人いると思うんですけど、うんうん、いや、戦う女の子ってかっこよくないですか。かっこいいけどさ、うん、ね、藤子ちゃん系とかじゃないじゃん。セクシーじゃなくて戦うところがけなげで可愛いんですよ。うーん、あ、いますよ、プリキュア持ってる方。お、プリキュア好きな方がいらっしゃる。あれいいですね。あれいいですよね。あれ可愛いんですよ、あれって言ってなんだっけ、ガチャガチャで出てくるやつですね。キュアハート。あ、キュアハート、キュアハート。意外に知ってるでしょ。知ってるでしょ。知ってるでしょ。素晴らしい。はい、いや、意外にアニメミン、アニメミンなのね。何アニメミンの問題はなかなかマニアックですけど、答えられる人多かったじゃないですか。意外と答えられましたね。お、お、なんか来ましたか。ようやくユーストリームの画面が映ったと来てます。え、今まで映ってなかったの。こんばんは。わー、こんばんは。なんでだろう。今中二病テストをやってますね。え、テストだったの。テストだよね。あ、そうそう、あ、そのテストね。
テスト放送かと思って、テストって何のことと思ってびっくりしちゃった。ちょっと放送事故が起きてますね。MC が把握していないというね、はい、このコーナーを中にテストをやっております。やっております。はい、ちょっと聞いててくださいね、はい、ぜひ答えをツイートで答えてください、はい、じゃあ次はさくら府庁の作った問題に行くんですけど、はい、これはもう中二病棟集中治療室、うん、ここに関する問題です。お、うん、初代から今日までの間の、うんうん、初代問題です。初代、私も会ったことのない人たちが続々と、プリキュアぐらいはいないけれど、うん、そこまでじゃないよ。そうそうそう、プリキュアぐらいはいない。いないけど。なるほどなるほど。じゃあちょっと1問目いってみましょうかね。はい、行ってみましょう。1問目はこちらです。中二病棟の第1回目の放送回のタイトルは何だったでしょうか。これはね、じゃあテスト放送だったね、うん、それこそ1回目はテスト放送、うん、は2月に行われました。2月ってことは2月のイベントといえばバレンタイン。うん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 、あ、なんかユーストリームであれですよね、一番最初遡ったら出てくる音声のみのやつですよね。そうです、そうです。じゃあみんな YouTube で今から検索するのか。中二病棟集中治療室 YouTube とかなんか第1回目放送とか検索すると、出てくる、すぐ出てきますから。非公開にしてます。あ、非公開にしてる。あれ、非公開になっちゃった。なんと大変。なんで拍手なの。なんか特別感じゃん。あ、そっか、もう見れないってこと。聞けない。あ、おぞましくて放送ができない。あ、もう出せなくて、お蔵入りってことですか。うん、あれなんだろう。不調もね、ちょっと忘れちゃったから、うん、なんでなんで。調べるね。今調べんの、うん、ちょっと今みんなとみんなと、え、バレンタインだよスペシャルとかじゃないですよね。なんかそういう感じなんですよ、ね、うん、バレンタイン、うん、あった、なんだろう、あった、お、あった。まだ残ってます。そうそう、 YouTube やっぱ残ってますよね。見れるよ。おぞましいテスト放送が見れますよ。おぞましいのか。じゃあいいですよ、もうカンニングしたあなた。カンニングしたカンニングしたとか言って、カンニングしろって言っといてね。そうだね、うん、ダメ。答えはバレンタインデースペシャル。そうです、正解してたじゃん。え、正解してたじゃん。なんせテスト放送もひねりが何にもない。あ、そうなの。バレンタインスペシャル。え、絶対もうちょっとなんかあると思って適当に答えたら、 そこから結構ね、いろいろね、ドリフみたいな感じでひねって遊んでたんですけど。なるほどなるほど。やっぱりね。あ、そうなんですね。そうなんですよ。なんだ、正解してたってびっくりするわ。これテスト放送で当時は6人だか7人いましたね。、はい、あ、そんなにいたんですね。いました、いました。7人かな、7人、6人かな、6人ですね。不調、不調大丈夫ですか。不調は過去のメンバー誰が、自分のこと以外は何でもどうでもいいからね。誰か見えない人がいるっていう。そうそう、自分のことなんだけど、6人でやってたんですよ、はい、で、うんうん、初めては秋葉原でしたね。うん、秋葉原でご飯食べながら、みんなでご飯食べながら、はい、見ていただけるっていう、なんかちょっとライブ的なところに行ってましたね。そう、バーみたいなところでやってて、そこからね、ライブハウスに移り、うん、今このスタジオに来ているという歴史がありましたね。覚えておいてくださいね。はい。はい、では第2問です。こちらです。はい、さくら府庁の第1回目の誕生日会でアリスの格好をしたのは誰でしょうか。誰も知らない。知らない。これメンバー6人いる中で、うん、一番アリスの格好しちゃいけない人が知ってました。誰誰っていうか、メンバーそもそも、じゃあ、え、まさか、メンバー紹介しますね、はい、これ過去のね、あのほら、はい、Ustream、うんうん、まあ、YouTube でもいいですけど、遡っていただきたいので、はい、なんかざわざわしてますね。患者様は分かってるみたいね。せーので答えられる。メンバーは今まで、さくら府庁、はい、いちご姫と呼ばれたゆうこりん、はい、そしてえりつぃん、はい、よしはる、よしはる、さっちゃん、さっちゃん、あいちゃん、あいちゃん、はい、全員言えた。あ、言えた、すごい。7人目は中二くん。あ、出た出た出た、よかったよかった。メンバーだったんですね、ゲストは。この、はい、まあ7人でもいいですけど、この7人の中で、うん、はい、一番来ちゃいけない人が来てしまった、そのメンバーは誰でしょうか。では
行きましょう。せーの、エリティエリティ。本当に？そう、見たい。初めてこのねスタジオに帰ってから見てる人は多分誰っていうお話だと思うんで、うんうん、そこはもうちょっと公式ホームページを見ていただければ、ね、メンバーまだ いるんですよね。写真が残っておりますから。残っております、うん、ちなみに私の写真が載ってません。それあれ載ってませんよ ね, ね, ね確かに。まだほらメンバー紹介の中に新人だからいないんですよ。そうそうそう、まだ1年経ったっけ経ってぐらいですからね。いや1年経ちましたよね、うん、まだまだ写真は載せられません。そうですね、まだキャラが決まりきってないから写真今日からこう決まったからね。眼帯でね、眼帯キャラ決まりましたからね。だからホームページ見ていただくと、はい、もう一目瞭然に分かるので、誰だエリチンっていう思った人は、はい、中二病棟のホームページを見てください。はい、ちょくちょく宣伝入りますからね。はい、はい、では最後の問題です。第3問目、はい、コーナー人間な毒とは何のコーナーだったでしょうか。やってました。人間なドック、人間なドック、うん、あれですよね、なんかこうくじみたいな引いてましたよね。そうですね、まあ、人間なドックと聞いて皆さんどんなゲームを思いつきますか。コーナー大喜利だ、ね、大喜利大会だ。あ、そうだ、 大喜利大会か。人間なドック、人間なドック、みんなで抱きつき合う。なんでドッグだから、ドッグだから調べようみたいな、調べよう、調べようみたいな。人間ドッグとかけてるのかな。そうそうそう、かけてるのかな、まあ、かかってるんだけどね、うん、かかってるんでしょ。違う、ずー、違う、あーで、なにこれ誰も考えてないでしょ絶対に、うん、人間なドッグ。あ、ツイッターの方はどうですか。じゃあですね、はい、じゃあ、なんだこれ、懐かしい。これが人間なドッグで使っていたしゃもじしゃもじみたいな、おじいちゃんみたいになってる。しゃもじ、これにはですね、ツンデレ、うん、懐かしい、109の店員、魔女っ子、懐かしい、おばあちゃん、あった、大人のお姉さん、桃源少女などなどが書いてあります。これを使って人間なドッグをやっていたんですね、うんうん、もうわかったかな。さあ、何だったかな、なんて答えればいいのこれは。こういうゲームだよって何をやってたかな。なんかスキャンしてた、ね、そうです ね, ね、そうです、そうです、スキャンしてたんですよね。みんな覚えてるかな。覚えてる覚えてないか、覚えてないか。じゃあ答えを言っちゃう ね, ね、はい、これはですね、そう、これを使ってあるお題に沿って、うん、そうスキャンしていたんですよ、そのキャラクターを、うんうん、スキャンするのがこれだったんですよね。例えばなんだろうな、お天気予報のお姉さんがツンデレだったら、うん、あーみたいなね、はいみたいな、はい、やってたやってた、そう、懐かしい懐かしい、もう懐かしい、うまくかわされちゃいましたね、うん、やらないみたいなね、やらない やる感じだったけどね、うん、お天気予報のお姉さんがセーラームーンだったら、月の予報はお見通しよみたいな。うまい、おいいね、そんな感じですね、はい、そんなコーナーがあったんですけど、ね、当時ヨシハルっていう女の子はねメンバーにいたんですが、うんうんうん、まあこのグッズ手作りなんですよ、我が中二病棟は、ね、お金がないので、まあ、そうですよね、手作り感あふれる感じは伝わってきますけれども、お箸とかでね作ってほしかったんだけど、うんうんうん、なぜかね割り箸じゃないよ、シャモジを買ってきたんだよね。なんでだろうね、すごいでしょう、すごいセンスいいね、600円してますからね、高っ。そんなね瞑想している時期もあったんですよ。なるほど、懐かしいですね。ね、じゃあ最後の問題いきますね、はいはい、これは今私が考えました。お、今日はちょっと脱いでいい、お、脱ぐの、まさか、脱ぎます、不調が脱ぎます、じゃじゃじゃーん、お、今日はね制服を着てるんですけど、なぜかっていうと、うん、はい、お、肉味噌炒めの制服と一緒なんですよ、一緒なんですよ。この当時は29歳で、うんうん、まあ、味噌汁炒め女子、肉味噌みたい、肉味噌、ちょい、あーって言われてるよ、肉味噌言えないの、読んで肉味噌炒めという写真集を出したんですけれども、はいはい、じゃあ桜部長、今年写真集を出すとしたら
タイトルは何でしょう。え、30過ぎましたもんね。過ぎました。31になりましたもんね。味噌汁です。味噌汁、ね、味噌汁。味噌汁？味噌汁だとそんなに変わんないんじゃないですか？味噌。いいね。炒め物を見つけました。味噌炒め？味噌汁とかけて。味噌汁とかけて？なんだろうなんだろう。30でしょ？なさ味噌炒め。お？お？来た。サバ味噌。ピンポーン。出た。味噌汁を。やった。サバを読みたい。なるほど。サバ味噌炒め。なんか残念な苦笑いが残念な苦笑いがそんな笑顔は待っていなかったよ。そうか。でもこの写真集が売れ残ってたらまだ全然出せないんですよね。そうですね。サバ味噌炒めをちょっと今年はねリリース予定なんと、ね、そう肉味噌炒めね。これ期間が経つたびサバの感じが結構ついてくるんじゃないですか。サバ読んでる感が出てくるんじゃないですか。なんてことを言うんだい君は。見た目が変わらなければの話ですけどね。そうそうそう、はい、悲しくなってまいりましたので中二病とテストはこれで終了したいと思います。はい。というわけで、ね、写真集も売ってますので、はい、今後とも中二病と集中治療室をよろしくお願いします。お願いします。いや、みんな結構分かってましたね。ね、分かってもらいましたね。じゃーん、チャラチャーン。さあ、ここでプラモのお時間です。はい。毎月ね、一個ずつ作っているわけですが、はい、うん、前回府長さんは何を作りましたか？あのね、うん、新しいプラモデルを持ってきたんだ。ちょっと待って、ちょっと待って。どうしたの？前回、いや、もう前回からあなた、いやいや、もっと前かもしれない。あ、なんかツイート来てる。ちょっと待って、なにツイート、おお、さくらさん、さくら写真集表紙と同じだ。あ、そう、あ、それはね、うん、関係なかったよ。というわけでね、新しいプラモデルを紹介します。全然作ってないじゃないですか、あなた。そう、前回ね、タイの飛行機お誕生日にいただいたんですけれども。そうですよ。どうなったんですか今ね。うん、蓋を開けようとしてるところです。ちょっと待って、ちょっと。そう、なんかツイッターでさくらさんがベッドの上で、そのボーイングを、飛行機をこう箱の状態で撮ってる写真は見たんですよね。確かに。そうだね。うん、開けてないの。うん、はあ、それはプレゼントしてくれた人が悲しむんじゃない？いやいやいや、長く使ってほしいと思ってるでしょ。本当に何思ってるんでしょ。上からちょっとずつ開けていきますから。ちょっとずつ開けていくの。今日持ち帰ったら半分ぐらい開けてみますね。半分ぐらい。その前回のやつも作ってないからね。前回はね、ちっちゃい飛行機を番組で買っていただいたんですよ。それも誕生日のね、うん、前だからってプレゼントもらったんですけどね。そっちは蓋は開けた。いや、なんか合わせてた気がする。そうそう、合わせて。あ、こうなるんだ、わー、終了っていう。ゆっくり作ります。というわけで、はい、今日持ってきたのはなんじゃーん、おー、ラピュータ。面空の城ラピュータ、ラピュータ出ました。これも私大好きなんですよ。いいですね。これラピュータ、何を作るんですか。これはちょっと開けてみますね。これ巨神兵？うん、巨神兵。そうだね。ロボット兵。あ、ロボット兵。戦闘バージョン。巨神兵じゃなかった。ロボット兵。わー。ロボット兵。見て見て。あ、すごいすごい。中が茶色い。本当だ、茶色い。ロボット兵。顔もありますね。ちょっと開けてみますね。あ、はーい。でバラバラにするんですね。例によって。じゃじゃーん。なんかさ、お、なんかです。何これ。どこだこれ。みんなどこだかわかる？え、胴体じゃない？わ、見てください。ロボット兵結構難しいかも。似たような部品ばっかり。あ、やばい、迷うパターンのやつですね。でも多分足と腕だよ。足と腕でもね、一個ずつちゃんと番号がある。あ、ちゃんと番号を見て。あの、基本毎回言いますけど、あの、基本ですから、番号を見て組み立てるのは。形が一緒でも、一緒でもその番号が違うはずですからね。
大丈夫ちょっとこの人なんとかしてください。向いてないとか言わないであげて。手とかあるじゃないですか、2個、はい、番号2個あるじゃないですか、ですね、はい、どっちでもええやろ。え、ダメでしょ、ダメ、左手右手ですよ。なるほど、番号ありますから、ほら22と23ですから。なるほどですね。そうですよ、わかりました、はい、向いてない発言が会場からあワン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 来てますけど、みんなが喜びそうなもの見つけました。あ、出た、パーズー、パーズー出てきた、パーズー入ってる、パーズー頭割れてる、本当だパズーなら今組み立てられそうな感じだよね。やってやって、パズーやって、パズー、あ、すごいすごい、これニッパーなくても取れるパターンのやつ持ってて。うん、持ってる。パズーのシーンでさっていうかラピュタのシーンでみんなどんなシーンが好きですか、どこが好き、どこでしょうねラピュタ好き、ラピュタはね、あのシータが落ちてくるところが最初だね感動的ですね。まあ ね、 ねこうドスンってやつでしょ、ドスンってきてね、ドスンってあんま良くない表現だね。もっとシータ可愛いね、可愛、ね、いからね。じゃあ腕をつけてみますね。お、右と左大丈夫ですか、それは。ああ、右手と左手があるんですね、うん、足とかこんな感じ。あ、ちょっと難しいです挫折が早いそして早い、はまらないですねすごい、無理ですよ、そう、パーツ5つか6つなんだけど、なるほど、プラモデルってやっぱり奥が深いからね。なるほどね、できないでしょ。これはあれですね、接着剤的なやつじゃないですか。あ、説明書、説明書を見るということを覚えましたよ。あ、ついたついた、ほらついたよ。あ、ついた、素晴らしい、ほら腕が、片腕つきました。すごい早く人間にしてあげて、ね、あ、でも結構な説明書でね、結構な説明書ね。パズー、今のパズーはこれですね。パズー、きっと ね、 ね、みんなプラモデル好きな人多いですから ね、 そう手で隠れてるけどねうん、見ないでしょ絶対に、あなたまあパズーは見ないですよ。いやいやいや、見ましょうよ。ていうか作ってんの私だし、あなんで自然と私が作ってることになってるんですか。ですね、ターンって全部取ってバラして。でも実はもう一個ね、ちょっとこのスタジオに、はい、お、なんかありますね。なんだこれは。プロデューサーが用意したものがあるんですが、見てみてください。何これ何これ、何これ、アリのお部屋を覗いてみよう。そう、アリさんいるの？え、アリさんいるの？怖いでしょ。いる？これはなんかいるの？もういるの？ヒーリングラボ、アンツルームと呼ばれるものなんですけど、ほうほうほう、これもね、うん、お誕生日プレゼントにね、あ、なるほど、サプライズでもらったんですよ。アリを？アリ育てろってこと？しょ？え、説明読んでって書いてる。ちょっと読んでごらん。え、日々変化するアリのお部屋、360度から眺めることができるアンツルーム、うん、アリたちのお部屋となる特殊なジェルが透明ですので、巣を作っていく様子や複雑に作られた軌道を立体的に観察することができます。そう、じゃあこれを電子レンジでチンすると出来上がるんですよ、うん、本当にチンするのこれ。チンする、チンする、え、死んじゃわない？思うでしょえ、アリ死んじゃうじゃん、チンしたら死んじゃうじゃん。え、本当にチンするの？あ、チンするって書いてある。うわ、怖い。アンツジェルの作り方。あ、そうそうそう。アリは入れる、あ、入れないみたい。バレちゃいましたね。A 入れて、B 入れて、C を入れて混ぜてチンでチンするらしい。何を言ってるの？ A 入れて、B 入れて、C 入れてチンするって書いてある。知らんがな。そんなことは知らんが、これ開けてみて、開けたんですかこれは。開けてない、まだ開けてないの。私、不調ね、アリが大嫌いなの。世界で一番アリが大嫌いなの。もう何度も何度も番組内で言ってるのに、お、誕生日プレゼントにこんなものを送ってきやがるやつがいましたよ。おお、それはどうすればいいんですかこれは。え、どうするんですかこれ。最初もらった時に電子レンジでチーズって書いてあったから、うんうん、
みんなね、このジェルをチンしたら、うん、アリが出来上がるのかと思ってすっごいびっくりしたの。確かに、いやできないでしょ。だからアリさんは拾ってくるんでしょ、うん、どっかの巣から。うん、そうでしょ。思った。え、違うの。え、そうでしょ。アリさんを誘拐してきてここで育てろってことでしょ。そういうことですよ。そういうことでしょ女王アリから働きアリを奪って。そういうことです。そういうことですよね。誘拐してきて育てろってことですよね。そういうことですよ。そういうことですよ。いや、加熱って書いてあったからさ、今の時代はすごいなと思ったの。これを入れてチンしたらアリが生まれると。なんかもう想像しただけでもうなんかもうみたいなむしろそれなんかアリの卵じゃないですかこれ。もうだとしたらすごいなんかすごいけど、でももう無理この世界みたいな。あ、昔のモンキーフィッシュみたいな。何それ。あの小さいなんか薬液入れると生まれてみたいな。何がありましたよね。なんか水に入れて。違う、シーモンキーとかいうね、ありましたよね。サル？そう、なんか溶液の中にいや、なんか卵みたいなのを入れるとそこからなんか貝みたいな何の卵なんか カニかな、なんかが生まれるんですよ。なんかちっちゃい生き物が。サルは生まれない。とりあえずサルは生まれない。わかりました。そうそうそう、っていうのをね。え、で、これはどうするんですか。これはでも、さくら市長絶対やりたくないの。うん、いくら中二病棟のコーナーだからって言っても絶対やりたくないの。うん、だこれは今日せっかく来てくださった患者様に押し付けよう。押し付けようと、ね、あー、なるほどね。そう、プレゼントね。今日はいい言い方するとプレゼント ね。はい、ほらほらじゃない、手が出来上がりました。あ、2つついた、うん、こんな調子でね、パズーを頑張って作っていきたいと思いますので、うん、次回お楽しみに。パズーができて、もうパズーだけ作ってくるんでしょ。まあ、あとクックとかね、帽子とかね、早く作ってあげてよ。色塗ったりね。色塗れるの？これ頑張っちゃいますよ。いや、楽しみだな。適当なんですから、ね、飛行機もそのうち、そのうち、そのうちがいつになるか分からないの。見ててくださいよ。そのうち押し付けられそうですもん。みんなで作ろう。ほら、結局そういう発想になるんですよ、この人。言うでしょ、そうやって。どういうことですか。ね、アミミンは次回は何にチャレンジするんですか。あ、何にしようかな。今もね、こういう作ってきた友達いっぱいいますけど、うん、そう、友達いっぱいいてね、今、先月から最近始めたんですよ、中二散歩になぞらえて、うん、ガンプラ散歩っていうのを中二のツイッターでやってるんですよ。痛いね。え？言えばいいと思ってるでしょ。そうそう、中二散歩みたいな感じでガンプラさんとお散歩してくるっていうのをやり始めたんですよ。なのでぜひ中二病棟のツイッターで検索していただければ、ハッシュタグガンプラ散歩で調べていただくといっぱい出てきますから。いっぱい出てくる。まだ 3,4 枚しかないけど、ぜひ見てください。わかりました、はい、じゃあ、はい、そろそろ次のコーナーに行ってみたいと思いますよ。はい、え、いいのかな、これは。曲変わらないのかな。あ、変わってるのかな。変わって中二散歩を行きましょうか。じゃあいいよ。よし、今日はアミミンのコーナーだからいいよ。よし、じゃあ中二散歩行きましょう。今回はあれですよね、私とさくらさんは別々にお花見っていうテーマで、うん、写真をね、写真を撮ってきたんですよね。うん、うん、行ってきましたね。まあ春だからね、もう桜が散り終わっちゃいましたけど、まずその前にね、はい、お花見に行ってきたあみみんということで。そうですね、私は満開の時にちょうど行けたので、ぜひ。綺麗だった。綺麗でしたよ。東京の桜もなかなかいいですね。うん、あーね、地元が青森ですからね、うん、地元は弘前のね、あの弘前城がなかなか桜で有名なところなので、うん、そっちは馴染みがあるんですけど、東京だとあまり出かけてまで見るかなっていう感じになっちゃって。上野公園とかいいですけどね。うん、上野公園まだ行ったことないです。え、うん、本当に？本当に。今度じゃあ指南寺君と一緒に。そうですね、指南寺君たちと一緒に上野に行ってみたい。あ、来年？来年。来年ね。じゃあぜひ行ってみたいと思います。とりあえず今回は近くの公園に行ってきたので、うん、見てください。そうです。お、こちらがね、ジオングさんですよ。ジオングさん、桜をめでてるじゃないか。めでてますよ。
可愛いでしょ。可愛い。可愛いね。あのジオングさんがなんて言ったってこの指先が器用なもんで、器用なもんで、器用なもんで、うんうん、あのいろいろなんか掴めたりとかするわけですよ。そう掴めるんですよ。この次の写真はやめてください。いやーいいんですよ、これちょっといろいろ掴めるんですよ。桜の花びらでしょ。そうそう、歌詞のことを言う人だね。いや表現力がたまんないんですよジオングさん。表現力がたまらない。はい。どういうことだろうね。じゃあ次の写真を。ほらすごいでしょ、掴んでるの。何を？ああ桜の木を。本当だ、すごいじゃん。すごいでしょ、ちゃんと掴めるんだよ。なんかちょっと情緒出てきたね。ね、風情があるでしょ。あジオングが桜をめでてるなみたいな。これさ一人で公園行って、はい、なんかセッティングしたんでしょ。それを今言わないご自分で。そう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 、ご自分でセッティングなさったんですよね。そうそう、やりましたよ。近所のなんか歩いて、あの姉ちゃん、そう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 、三輪車の子供に何あれって言われて見ちゃいけませんみたいなの言われながら撮ってきましたよ。なあ、かわいそうにな。すごいでしょ、うん、通りをねカップルが通ってね、うん、その奥の方で写真撮ってたんですよね。でそれを気にせず私はこのジオグさんを写真撮ってるっていう。じゃあ写ってたかもよ、あのそのカップルの写真に。写ってるかな、ね、ジオングさんをセッティングするアミミンが写ってたかも。いや恥ずかしいね。恥ずかしいでしょ。あの変な人いたよみたいな。でも、ね、でもこれいいですね。いい写真でしょ。ちょっとなんか表情あるね、やっぱり。あるでしょ。そして飛んでいるジオングさん。飛んでるようには見えないな。あ見えない、と飛んでこう、なんか中身見えちゃったみたいになってるけど大丈夫これ。ちょっとなんかハレンチなことを、またハレンチなことを言う。ハレンチなことじゃないですよ別にね。こうなんか CG 加工とかすればこう噴出してるようななんか飛んでる感が出ると思うんですけどね。これどうやって撮ったんですか。これは持ってこう角度をこう考えて。いやそのアミミンをやっぱり撮影すればよかったね、うん、あそれは確かにちょっと地味な作業ですけどね。うん、すごいね。面白いでしょ、ジオングさん。面白い面白い。そしてね次はね百式さん、あ違った、これはシナジュ様。そうそう、桜が綺麗でしょ。これ赤がすごい綺麗。何してるの。これ桜をめでてますね。彼も桜をめでてます。なんかおっしゃってるんじゃないかなこの感じだと。いや日本の桜も良いなと。あんたどこの桜知ってんのよ。本当に。いやジオングの、あジオングの桜の、基地の、そう、基地の桜があるんです。すごいね、桜咲くんだ。きっと咲く、うん、そうなんです。でも綺麗でしょ。綺麗綺麗。そうなんです。次もあるかな写真。ジオングさんはね、あジオングさんになかった、百式さんだね。百式さんがこれは何してるの。これもちょっと飛んでる風にこう飛び立つ的な感じで撮ってみたんですけどどうですか。あ顔がねちょっと分かりづらいですが、これどっち向き。どっち向き。そここう顔どこにあるの。こう顔ありますって。顔あります。ます顔そうですよ、あの 100ってついてるところの間に。100ってどこについてるんですか。ここにありますでしょ、ここに。あ肩のあたり。あ本当だ、顔 見た。顔見えた、顔見た。そう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 、ね、飛び立つ感じを表現してみました。どうですか。なかなか、ああ、ね、なるほどね。これ何してらっしゃるんですか。これは桜の木に泊まって休憩中です。休憩中、ご休憩中。そうそう、ご休憩中。やっぱ金色だとなんかかっこいいね、時代劇みたい。あ確かに、兜っぽいですね。うん、兜感ありますね。遠山の金さんだね。金違いですね。金違い。金色ですけど。確かに金さんみたいな。この桜吹雪が。適当とか言われてますけど。そうね。ね、そうよね。そんなに興味ないでしょ。うーん。こんなに私が燃えてるというのに。やだ怖い。何これ。気持ち悪い。なんでなんで、気持ち悪くないです。あ、でもね、やっぱ私ジオングさん結構好きかも。あ、本当に。なんかちょっと顔に表情がありますよね。ありますよね、やっぱり。あ、桜持ってるんでしょ。桜をこう掴もうとしているところ。なんかいいよね。いいでしょ。なんかこう表現が。桜やみたいな。いいでしょ。この表現がなかなか。でもなんかシナンジュ様はよくわかんない、うん。何あれ。ちょっとなんかちょっと落ちちゃうんだけどみたいな。そうそうそう。うんってなりながらこう。で金色の人は。そこも黄色の人もちょっと滑り落ちてきたみたいなところを表現してみました。このが、うん、崖っていうか、なんていうか、崖なんだね、崖感があるこの桜の木の根元のあたりでこう
崖っぷちな、そう崖アミミンの人生と一緒ですね。なんでですか。なるほど、いいお花見だったんじゃないですか。そうなんですよ、いいお花見だったんで。あれ、なんか食べてる。ほら、そうして、まだあるの。まだある。なにこれ。いいでしょ、お弁当食べてる3人。あ、なんかイエーイってやってるね。そう、イエーイってやってるよ。やっ、やったーみたいな、お弁当だわーいみたいな。やっぱりでも金色の人はね、わ、うん、かんない。金色ちょっとあのタンポポとタンポポに混ざっちゃってるからね。混ざっちゃってる感がありますね。ちょっと難しいですね。次の写真もそんな感じかな、多分ね。あ、タンポポと混じってるね、これね。タンポポとこれもタンポポ、ね、うん、これ光が結構ね、百式さんが光を集めてしまっているんでピカピカしてますけども、でもいい、いいでしょ、いいお花見感でしょ、うん、お弁当もちゃんと私作ったんですよ。シナンジュと桜がなんかマッチとかね、来てますよ。あ、いいですね、うんうん、いいですね、お花見、こういうお花見もなかなかいいかなと。彼らのためにお弁当を作ったんですか。そうですよ、そうなんですって。そうですよ。なんで変な目で見てた今。え、そうでしょ、だからそう、え、そのサイズ感で作ったつもりなんですけど。やっぱりね、うん、一番診察しなきゃいけないのは君だよ。ああ、君。まあ、さくらさんのお花見はどうだったんですか。私のお花見なんですかこれは。恥ずかしいやつじゃないですか。いや、花をめでたいなーなんてね、さくらちゃんとね。ちょっと若めでたいな。これ若いです。初めてアミミと私が会った時なんですけど。そうですね、出会った時ですよね。初めて舞台、はい、朗読劇でしたっけ。双子の役を2人でやったんですけどね。双子に見えないじゃん。もうちょっとこの写真を持っていらっしゃる方もいますが、待ち受けにしないでください。恥ずかしい。これね、若いですね。2人とも、いや、さくらさんは変わんない。本当、でもなんかプリプリしてるね、うん、あ、プリプリしてる。あ、うん、2人ともプリプリしてるね。パツパツしてますね。え、パツパツ、なんか太ってるみたい。でも確かに太ってたかもしれない、ね。うん、よく2人でラーメンを食べたりね、しましたね。稽古帰りラーメンを、中野が稽古場だったんで、うんうん、よくラーメンを食べてた顔ですねこれはね。そうですね、きっとね。おつゆとしてね。そうですね。ほら、こんな感じで。これ楽屋の前ですね。そう、足を出して2人でね。そう、短パンでしたね。そうなんですよ、今の中二病棟じゃ短パンできないね。できないですね、もうね。ね、これはすごい、なんてお楽しい。え、すね毛、すね毛、すね毛は生えておりません。生えてないです。中二病にはすね毛なんてものは存在しません。すね毛っていう言葉がないね。ないんです。みんなツルツルです。お、これは何ですか。これ唯一ね、桜の木の前で撮った、はい、お、唯一、唯一、今年唯一。あのキャリーバッグはね、ちょっと誕生日にうちのお母さんがプレゼントしてくれたんで、ママ、そう、彼女をね立たせて、うん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 、小学校の前で、なんか似てません、シナンジュさん。シナンジュに似てませんすか、ね、このカラー。そう、カラーは似てる。シナンジュカラーのカラーのキャリーバッグをいただいてます。今年ね、お花見行ったんですけど、あの途中でね、うんうん、雨が降ってきちゃって、へー、氷が東京に降った日にお花見したんですよ。へー、うん、大変ですね。そうなんです。だからね、ちょっとお写真には収められなかったんですけどね。氷も撮ればよかったのに。そう、でもほら、これ、あ、何ですかこれは。なので室内でお花見をしました。あ、すごいでしょこれ。何これ何これ、野菜、野菜なんですよ。野菜ですね。野菜バーみたいのがあって、自分でこの樽っていうか、マス、オケ、オケの中に野菜を詰め放題できるお店があって、え、これでいくらみたいな感じですか。もうお通しですね。え、これお通しなんですか。作ってみました。どうです、綺麗、すごい、いい盛りっぷりですね。いい盛りっぷりでしょ。いい盛りっぷりですね。なんて言っていいかわかんないですけど、いい盛りっぷりですね。芸術感、手前の大根が全てを打ち消している感じが、なかなか難しいでしょ。そうだね。キュウリが縦に入ってるのに横にもあるっていう、なんか、ね、いろんなところから角度から攻めてます。これ、あ、これマハリクマハリタヤンバラヤンヤンヤンジュースです。え、本当に？そ、本当にそういう、知らない。あ、違った。違ったよ。何何？でもそんな感じしません？星入ってるよ。うん、星の飴がね、飴ちゃんがカクテルの中に入ってるおしゃれなお店。何味ですかこれは？なんかね。
なんだろうな、魔法の味がしたよ。本当魔法の味がした。魔法使えるようになりました。じゃあそう、これねサリーちゃんを歌ってくれるんですよ、うん、店員さんが。本当に、うん、歌ってくれるの。マハリーク、マハリタって歌ってくれるんですよ。へー、で入れてくれるんですか。そうなんですよ。こういうのもね、中二病の皆さんで行かれるといいんじゃないですか。楽しい居酒屋ですよね。確かに確かに、素晴らしいですね。素晴らしいです。そしてこちら、もう日頃のさくらさんじゃないですか。もう家帰ってきてお花見です。これベッドの上です。しかも本当だ、ベッドの上でワイン持ってボトル持って。関係ない、確かに花関係ねえじゃん。やっぱさくらちゃんだから、どこにいてもお花見なんですよ。なるほどね、夏だろうが秋だろうが冬だろうが桜ですよっつって、みんなさくらちゃんに言えばいいだろうっつって。なるほどなるほど、こんな感じでね。そんなブレーコーですね。はい、お花見をやってまいりました。なるほど、ねね、こうやってね、うん、まったりと、うん、お花見をするのもいいんじゃないですかね。家で、うん、家でできるのはさくらさんだけですから。花見なきゃ意味ないですから。皆さんのお花見の過ごし方もぜひ教えてくださいね、はい、え、もう終わったからね、花見に行けないから ね、 ね、まあでも大丈夫ですよ、大丈夫です。ん、まだまだこれからイベントはたくさんありますから。そうですね、何がありますか。夏がこれから来ます。お、夏祭りが来ますね。まず5月来るから、5月の中二病棟は、あ、はい、鯉のぼりで行こう。鯉のぼり、鯉のぼりで行くの。その前にちょっと待って、5月は私の誕生日だよ。あって誰かが言った、あって誰だ、あって天の声が、天の声があって言った。あみみん誕生日だから、あみみんバースでやる。あ、なんかインフォメーション入った。うん、誕生日とかちょっと聞こえなかったですね。じゃあお絵かきのコーナーに行きたいと思うんですけど。ひどい。あ、これは恨みを買ってるな、先月の分の。というわけで、手にはメスじゃなくてペーンのコーナーでーす。さあ、このコーナーは、私とさくら部長がお絵描きをしていくコーナーです。はーい、どちらが画伯になるかは、皆さんに決めていただこうかという、そういうコーナーでございますけれども。そうですね、はい、過去の作品、過去の作品見たいんですか。なんか過去の作品結構ねひどいでしょ。これ何だと思いますか。4本足の鶏ね。これはえ、そんなのありましたっけ。泡を吹いてるカニ。これは誰が入ってる感じ。私がこれアルパカですよ。これほら全然違うんですから。いや、いろいろね、これ何書いたか分かんない。これ、ね、それ王様じゃなかったですか、うん、世界の王様を書くみたいな。ね、私は王様ですね、普通に。これはなんでこんなことになっちゃったんだろうね。覚えてないんですか。フランスの王様書くって言って、そう、なんかフランスパンと、フランスパンとなんだっけ、エスプレッソ、エスプレッソか、イタリアか。エスプレッソってイタリアじゃない。これは分かりませんね。何それ、分かりません。 これじゃない。それケルベロスだ、ケルベロス、ケルベロス。どっちもどっちですけどね、うん、よーし、じゃあこんな感じで進めていきますけど ね、 はい、じゃあ第1問こちら、じゃん、お題をどうぞ。なんだろうな、今日のお題はなんだろうな。ドラキュラ伯爵。なんか、まあ、人型難しいからね、うん、じゃあやっていきましょうか。はい、ではスタート。ドラキュラ、ドラキュラね、あの普通のドラキュラでいいですかね。普通のドラキュラでいいと思いますよ。普通じゃないドラキュラがいるのか分かんないけど。え、ドラキュラ、普通のドラキュラでいいですかって聞いた人が、ドラキュラ、普通じゃないドラキュラっているかどうか分からないけどって言ったけど、ね、そうだね、ロマンシングサガだっけな、好きだったゲームがあったんですけど、あーゲーム、ドラキュラさん出てきましたね。こんなだったかな、なんか変なものだった。スリーですかね。あ、なんかそんな感じの、なんかこんなだったような気がする。ドラキュラはでもね、イケメンな方がいいと思いますね。イケメンじゃない全然。美人薄命と申しましょうか。美人薄命、うん、美人薄命って言ったらなんか違うものに。
ょっとイケメン風に書いてみますね。お、イケメン風？あれ？あ、なんかキワ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 。わわわわ。わわわわ。いい感じですね。ああ、ちょっと。できました。できましたか。よし。じゃあこれどうしましょうかね。一斉のでいきましょうか。せーの。じゃじゃーん。どう？なーに？猫？イケメン。アミミンのはドラキュラでしょ。ああ、オールバックのイメージで。あ、そうですか。シュッ。髪の毛かき忘れちゃった。あ、ハゲてる。ハゲちゃった。ハゲてる。ハゲちゃった。のドラキュラハゲてる。これなんか3チャンネルに出てきそうだね。NHK のさ、お化けのなんだっけ。はいはいはい。ホーリーみたいなのありましたよね。ありましたね。ドラキュラは出てこないけど。ぽいぽい。そういう感じ。そんな感じ。私はイケメン風に描いたんだけどな。見えます？どこがなんか狼男に近いね。マントちゃんと着てるでしょ。マントマントテーブルクロスじゃないのこれ違うわ。違うの。でもちょっと、ね、なぜかマント短くて足がセクシーなんだよね。足全然わかんない。足出てる。テーブルクロスだよ。これ手ですよ。そうか、こういう感じですよ。うんって感じ。かっこいい。うーん、なんじゃあもうよくわかんないから次行こう。わかりました。はい、じゃあ次どうぞ。わー、出た、似たようなパターン。狼男、では行ってみましょう。よーい、スタート。ゴー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 。狼男。狼男、さっきのが狼男だから。不調、狼男って何書くんだろうな。狼っていうのはさっきと同じになっちゃいますね。そうでしょ、そうでしょ。さっき何書いたんだよ。さっきとなんか似ちゃいますね。そう、やっぱイケメンに、そっか、イメージがある。イケメンは二重っていうね。あ、え、さっきの二重でした？トレースすればいいみたいな話になってますけど。狼男か。狼男ってどんな感じだったかな。満月を見るとパオ女。ゾウだよそれ。パオンじゃゾウになっちゃうよ。ね。ああ難しいな。難しいね。狼って難しいね。どう、狼男か。できた。よし、できた。せーの。じゃじゃーん。なになに、同じ同じ。同じだよ。さっき。私狼っぽいでしょ。あ、猫に近いかな。ちょっと難しいね。それもなんか足おかしくない？足おかしい、足ちょほら、セクシーになっちゃうでしょ、どうしても。これセクシーなの？うん。これどこがセクシーなのか分かんない。短いじゃん。これ太ももでしょ？あ、そういう感じ？あ、そういうこと？え、ズボンでしょ、ズボン。あ、ズボンなの？ズボンだよ。なんで？生足だと思いました。スモックみたいな。いや、ワイシャツのイメージだったんだけど。さっきのと似て、ちょっと似てますね。ちょっとさっきのめくってくださいよ。え？これ今のでしょ？これ今のでしょ？さっきのは、全然違いますよ。いやいやいや、これドラキュラ。いやいや、これ似てるでしょう。ほら、これ。これ表情が変わったぐらいで、同じ人物ですよね、これは。同じ人物ですよ、これは。変装が下手みたいなね。ね。お前絶対さっきのキャラだろみたいな。変装が下手とか。ダメですね。じゃあラストいきましょうか。ラストに期待して。出た出た出た。今日は怪物なわけじゃないですか。フランケンシュタインですね。じゃあ行ってみましょう。人型難しいって言ってるのにね。ね。でもこれネジが出てたりとかさ。あ、そう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 。そのイメージありますよね。ポンプみたいな。ポンプ？ポンプ出てなかったっけ。ポンプ？フランケンシュタイン怖かったな。なんかこんなだったかな。いや、フランケンシュタインは、ね、イケメンじゃないですよ。イケメンじゃないですよね。ドラキュラは確かにイケメンのイメージありますけどね。あ、なんか可愛くなっちゃったな、ちょっと。なんかちょっと待って。結構無言になっちゃう、これ。なんかフランケンってわかんない。フラ
んないね。これわかんないよ。ちょっとね、キャラクターっぽくなってきた。グッズが出そうな感じですよ、不調の書いてるフランケンシュタインは。本当に私の表情気を使ってない不調の表情がオッケー、できた？できた。早くない？やばいやばいやばい、なんかカン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 言ってる頭ぶつけた面白い。せーの、じゃーん、いいね。何そのファンキーな感じ。ちょっと芸術的じゃない？何これ。ちょっとそう。ロボットダンス？アビビのなんかダサい。え、だってフランケンってこうでしょ？なんかフランケンをそういう風に思ってるの？思ってるけど。思ってるけど。ね、ドラキュラ。なんかボロボロのイメージだよ。フランケンの中でフランケンが一番ダサいと思ってんの？大きい感じだよね。なんか汚らしいイメージはある。汚らしい、ひどいですね。わかります？だってそういうの払拭するための、あ、このファンキーな感じ。だってそのイメージあるでしょこのイメージでしょ。いや違う違う違う、このイメージは今ちょっと斬新すぎてついていけないけど本そうそう、でもこういう感じ、まあ、こういうイメージはありますね。イメージあるでしょ、フランケンの継ぎ剥ぎ ね、 継ぎ剥ぎのね、ネジ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 、頭てっぺんもついてるんですね。ネジですよ、ネジ。ネジですね。頭からも出てなかったっけ？出てないんじゃない？ボルトじゃないですよ。そう、ボルト。ちょっとなんかとどめ刺されてますけど。アンテナ？アンテナ。あ、なんか受信する感じのフランケンなんですかね。うん、新しいね。うん。なるほどね、煙突、煙出ちゃう。これみんなでお家につけましょうよ、アンテナ、新しい。え、なに、これぜ全部をこうつけなきゃいけないの？そうそうそう、これ一家に一台チデジ、チデジ、フラジ、フラジ、フランケン、そう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 、チデジ。5月から5月からフランケンチデジが始まります。みんなアンテナ買ってくださいみたいなね。さて、これで不調の家に ね、 そ, うね、うん、それにはやっぱりみんながこれをいっぱい買ってくれて、ね、そうですね、お金が貯まったらねつけますからね。そうです、フランケン自転車よね。はい、さあこの全てを見ていただいてね、これで2個一緒のがありますからね、この人ね。今日の画伯をね、決めていただきたいと思います。ぜひぜひ皆様のツイートもね、待ってます。はい、お待ちしておりますよ。わー、さくらさんうまいじゃないですか、猫って来てますね。猫ですね、うまいじゃないですか、猫。というわけで、はい、手にはメスじゃなくてペンのコーナーでした。いや、今日はいつにも増してゆるくお送りしてきましたが ね、最後に面白かったですね。ツイッター、さ、ガンプラ散歩始めましたね。アミミの痛いね、ガンプラ散歩の日記がこれで見れますので、はい、ぜひぜひフォローしてください。今ね、4883とか5とかのフォロワー数ですね。どんどん増えてますね。5000フォロワーになります。5000フォロワー目指して頑張ります。ホームページもね、なんかちょくちょく写真がアップされて、はい、そうですね、前回のバースデーの写真も載ってますから、うん、ぜひぜひ見てください、ね、はい、ホームページもありますからね。そして次回チュニビオト、ここちょっと消し、なんで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 、アミミンバースデーパーティーです。イエーイ、ここで発表だったんでしょ、ね、ね、フライングして、次回そう、アミミンの誕生日会か、うん、そうですよ、わかりました、よろしくお願いします。みんなで鯉のぼりを作りましょう。じゃあね、鯉のぼり、鯉のぼりプラモ、お前はプラモを作れっていう声がね、今一人というか聞こえてきましたが、頑張りますよ。とりあえずボーイングを先に飛ばしてあげてくださいね。ありました、ちょっと頑張ってみます、はい、ちょっと頑張ってみますちょっと頑張ってちょっと頑張って、はい、というわけでね、今日もお付き合いありがとうございました。ありがとうございました、ね、ぜひぜひ来月もまたチョニビョと集中治療室に遊びに来てください。はい、それではお大事にね、お大事に、わん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 、お大事にね、わんわんパオン、わ、あー、お、最後に最後に最後に切れる前に、ふふー、じゃんじゃらー、これはなんだ、宣伝です、さくら師匠舞台に出ます、ダブル10、ロベールトマの作品にね挑みます。演出家さんは劇団スバルの方でございますね。そ
して2014年4月25日から29日まで、はい、三鷹の武蔵野芸能劇場でやってます、はい。まあ、詳しくは松本さくらアメブロで検索していただければチケット買えますよと。なるほどなるほど。なかなかね女優2人しか出てきてなくてね、はい、え女優2人さん？そのうちの1人でね、えすごいですね。そうメイドでね、メイド？なかなか副長がメイド？初めてのラブシーンもね、ラブシーンあるかもしれないようなんで、何ですって？ぜひぜひ楽しみにしててくださいね。もう肉味噌炒めもある。はい、今年はサバ味噌炒めを出すぞ期待しないで待っててね。はい、